あるところに、ヘンゼルとグレーテルと、その母親と、再婚したまま母が暮らしていました。父親父親を亡くしたことが重なり、貧しくなった一家にまま母が再婚という形で救いの手を差し伸べたのです。というのも、このまま母は呪術信仰を持っており、聖職貴族の出身で、貴金家においても富がありました。母親の美しさや、一人で子供たちを育てる姿に心を打たれた彼女は、子供二人も幸せにしてみせると、一家の家に住み始めたのです。まま母は二人を貴族の子として迎え入れるために、厳しく教育をしました。しかし遊び盛りの二人にとって、貴族の教育は退屈でなりませんでした。子供たちからすれば、急に家に住み着き、大好きな母との時間を奪い、すぐに叱ってくるおばさんが家に居ついたため、まま母を避けるようになったのです。貴族といえど、一家を養うのは容易ではありません。あの子たちのことを思ってやっているのに、どうして分かってくれないの？お困りですか、迷える貴族の子よ。思いが伝わらず、子供たちに愛想を尽かしてしまったまま母のもとに、美しい女性が現れます。この女性こそ、まま母が信仰していた神様だったのです。あなたのことはずっと見ていました。子供たちに貴族の教育を施し、皆を連れて帰りたかったのですね。神様、本当に見ておられたのですか？ええ、あなたはよく頑張りました。差し伸べられた手を振り払ったのは子供たちです。愛する人と宮殿へ帰るといいでしょう。神はあなたを咎めません。殺してしまいなさい。手にかけるのが嫌ならこの深き森に置き去りにすればよいのです。しかし、私にそのようなこと。そうですか。では神から最後のお告げを伝えましょう。子供の、妹の方の魂には悪魔が宿っています。手を打たねば、いずれはあなたや愛する者にも最悪は降り注ぐでしょう。すまない。君を守るためにあの子たちを。疲弊していたまま母は、神の言葉をすっかり信じ込んでしまったのです。このままだと私たちは飢え死にしてしまう。あの子たちを森に捨てよう。ごくつぶしを養っている余裕はうちにないんだよ。何を言い出すの？そんなことできるわけないわ。でもこうする以外他に生きていく道はないの。明日町広いと称してヘンゼルたちを置いてきます。それにあの子は、悪魔を宿しているとお告げがあった。悪魔？そんなわけないじゃない、いくらあなたが言うことでも。母親は否定しましたが、皆悪魔を恐れていた時代背景であったこと。聖職貴族であるまま母の真剣な様子を見て、押し切られてしまいました。まま母は最後の慈悲をと、自ら手を下さず二人を捨てることを選びました。しかし、ヘンゼルが起点を利かし小石を道に撒いていたことで、二人は家に帰ってきてしまったのです。さかしい子供め、今度は確実に帰ってこれないようにしてやる。私が手を下すことになったとしても。それから数日後、母親は病により寝込んでしまいます。今しかない。この子たちを捨てる最後のチャンスだわ。これからお医者さんを呼びに行くから、お前たちもついておいで。そう言い二人を森に連れ出すことに成功しました。ヘンゼルがまた道しるべを作ることを警戒していたまま母は、事前にパン一つで買収していた腹ペコの野生の巫女に後をつけさせ、すべて取り除くよう伝えました。腹ペコの野生の巫女はヘンゼルが小石の代わりに巻いたパンくずを、一つ残らず食べ尽くしてしまいました。二人は今度こそ家に帰ることができなくなってしまったのです。二人より先を歩いていたまま母は、夜な夜な信仰に使っていた小屋に入り、呪術を用いて小屋をお菓子に見せ、自身の姿を別人に変えました。そこに帰り道がわからず進んできた二人がたどり着きました。まま母は二人を招き入れ、一人ずつ食べてしまおうと考えたのです。私の財のおかげでしばらく食いつなげたものを、感謝もせずに、その身を持って返してもらうわ、ヘンゼル、グレーテル。翌朝グレーテルが目を覚ますと、呪術で見せかけていたお菓子の家は小屋に変わっていました。おやおや、お目覚めかい、グレーテル。昨日の食事には睡眠薬を入れておいたのにね。予定より早く起きたな。頭の切れるヘンゼルから先に食べてやろうと思ったが仕方ない。グレーテルから先に焼いて食べてしまおう。
早く済ませて薬を持って帰らないと。さあ、これからヘンゼルを焼いて食べるから火を起こしなさい。その時グレーテルの前に、突然神様が現れお告げが届きます。かわいそうなグレーテル、その魔女はあなたの食べるつもりです。魔女は姿を変えたあなたのママ母で、邪魔なあなたたちを殺そうとしています。いいですか、火のつけ方がわからないと答えなさい。その後に魔女を暖炉に突き飛ばすのです。気をつけなさい、神はいつもあなたたちを見ていますよ。どうしたの、早く火を焚きなさい。グレーテルは神様に言われた通りこう答えました。火の起こし方がわかりません。はあ、そんなこともわからないのかい。こうして薪に火をつけるんだよ。魔女がグレーテルに背を向けたその時、言われた通りに魔女を暖炉の中に突き飛ばしたのです。おのれこ娘、やはりお告げ通りの悪魔だったか。魔女ことママ母はグレーテルに命を奪われてしまったのです。あれ、僕は。気を失っていたヘンゼルが目を覚ましました。お兄ちゃん、悪い魔女に食べられそうになっていたんだよ。でももう大丈夫、私が魔女を暖炉に突き飛ばしてやっつけたんだから。すごいぞグレーテル、一人で魔女をやっつけるなんて。そうして二人は魔女の家にあった金品や魔導書、香水や薬を持って森へ歩き出しました。その中には家と小屋の位置を示した地図もあったので、迷わず帰ることができたのです。ヘンゼル、グレーテル、急にいなくなったと思ったら、それにこんな高いお薬まで。私たちを食べようとした悪い魔女を倒して手に入れたんだよ。グレーテルはすごいんだぜ。あら、この香水もその魔女の家にあったの？そうだよ、ママにあげるね。これ、あの人が持ってた特注品と同じだわ。どうしてそんなものが？そんなこと気にしなくていいよママ。グレーテルもよくあの怖い魔女を突き飛ばす勇気があったな。えへへ、神様が助けてくれたんだよ。そういえばママ、おばさんはどうしたの？それがね、あなたたちの様子を見てくると言って出て行ったきり、帰ってこないの。もし帰ってきたとしても、今度はママがちゃんと二人を守ってみせるわ。心配いらないよ、ママ、お兄ちゃん。だって私が暖炉に蹴飛ばして殺したのはあの女だったんだから。それから10年後、婚期を逃したグレーテルはヘンゼルの家にお世話になります。そこにはヘンゼルの子供の中のいい双子がいました。ヘンゼルだけを愛していたグレーテルは、他の女性との間に生まれた双子が目障りでなりません。そこでグレーテルは考えました。そうだ、あの時の魔女の家にこいつらをおびき出して食い殺してしまおう。いいですか、あの魔女はあなたたちのおばで。あなたたちを兄と引き離すために殺すつもりです。暖炉に火をつけさせた後に突き飛ばしなさい。やったよお兄ちゃん、邪魔者は死んだね。うん、パパに教えてあげよう。お、二人とも無事だったんだな。急にいなくなったから心配したんだぜ。そういえば、グレーテルおばさんも一緒じゃなかったのか？あの悪い魔女は神様の言う通り暖炉に突き飛ばして殺しておいたよ。おほほほほ、意味ですわ。恨みつらみがこもった女の極上の魂は。ですがグレーテルの方は火加減が甘いですわね。まあ良いでしょう。また10年後の楽しみができたのですから。ご視聴ありがとうございました。動画を気に入ってくれたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。不定期更新ですので、ベルマークも押していただけると嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。やっぱり清楚でヒロインのこの私に悪役は似合いませんね。